今回のテーマ、業務パッケージと SOR。 おはようございます、マサルです。今回はシステム企画の分野から業務パッケージと SOR について一緒に勉強します。それでは始めましょう。令和3年春、問22。業務パッケージを活用したシステム化を検討している。情報システムのライフサイクルをシステム化、計画プロセス、要件定義プロセス、開発プロセス、保守プロセスに分けたとき、システム化、計画プロセスで実施する作業として最も適切なものはどれか。A、機能、性能、価格などの観点から業務パッケージを評価する。 E、業務パッケージの標準機能だけでは実現できないので追加開発が必要なシステム機能の範囲を決定する。う、システム運用において発生した障害に関する分析・対応を行う。え、システム機能を実現するために必要なパラメーターを業務パッケージに設定する。どれが正解でしょうか？それでは正解の発表です。正解は、A、機能、性能、価格などの観点から業務パッケージを評価する。こちらがシステム化、計画プロセスで実施するべき作業として最も適切です。それでは解説していきます。業務パッケージとは、業務に必要な機能を一つにまとめてパッケージングしたソフトウェアのことを言います。業務を行う上で各部署がバラバラに作業すると業務効率が低下してしまいます。業務パッケージを導入することで、部署ごとにバラバラだった業務が統一化されて業務効率の改善が期待できます。ただし、導入しようとしている業務パッケージが自社の業務に合っているのかは慎重に検討する必要があります。では、どのように検討するのか、この問題はそこが問われています。今回の問題では、情報システムのライフサイクルをシステム化、計画プロセス、要件定義プロセス、開発プロセス、保守プロセスの4つに分類して検討していきます。選択肢にいくつかの作業がありますので、システム計画化プロセスで実施する作業を探していきます。それでは選択肢を確認していきましょう。まずは A の選択肢です。機能、性能、価格などの観点から業務パッケージを評価する。数ある業務パッケージの中からどの業務パッケージを利用するのかを評価します。この作業はシステム計画化プロセスで実施する作業です。よって正解選択肢は A となります。その他の間違い選択肢も確認しておきましょう。次は E の選択肢。業務パッケージの標準機能だけでは実現できないので追加開発が必要なシステム機能の範囲を決定する。自社の業務で足りない部分は追加開発などカスタマイズが必要になる場合があります。追加開発が必要なシステム機能の範囲を決定する作業は要件定義プロセスに該当します。次の選択肢を見てみましょう。右の選択肢、システム運用において発生した障害に関する分析・対応を行う。運用後の作業は全て保守プロセスだと思ってください。運用において発生した障害に関する分析・対応は保守プロセスに該当します。次は A の選択肢です。システム機能を実現するために必要なパラメータを業務パッケージに設定する。要件定義で決めた内容を実現するために業務パッケージに設定していく作業が書いています。よって開発プロセスが該当します。では、ここまで間違い選択肢も含めて確認しました。もう一度問題を見てみましょう。業務パッケージを活用したシステム化を検討している。情報システムのライフサイクルをシステム化、計画プロセス、要件定義プロセス、開発プロセス、保守プロセスに分けたとき、システム化、計画プロセスで実施する作業として最も適切なものはどれか。正解は A、 機能、性能、価格などの観点から業務パッケージを評価する。こちらがシステム化、計画プロセスで実施する作業です。では次の問題です。令和6年春、問31。
顧客との個々のつながりを意識して情報を頻繁に更新する。 SNS などのシステムとは異なり、会計システムのように高い信頼性と安定稼働が要求される社内情報を扱うシステムの概念を示す用語として最も適切なものはどれか。あ、IoT、 い、POC、 う、SOE、 え、SOR、 どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は、え、SOR、 システムズオブレコードが正解です。それでは解説していきます。 SOR とはシステムズオブレコードの略で、業務上のデータを正確に記録することが目的のシステムです。例えば人事システム、会計管理システムなどは高い信頼性と安定稼働が求められます。これらは SOR に分類されます。一方、問題文に記載されている顧客との個々のつながりを意識して頻繁に更新する SNS などのシステム、こちらは何のことでしょうか。こちらは SOE、 Systems of Engagement です。 SOE はユーザーや取引先との関係を構築することが目的のシステムです。例えばメール、SNS、チャットなどが該当します。このように業務に利用するシステムは SOR、SOE という概念があることを覚えておきましょう。それでは間違い選択肢も確認していきます。あの選択肢、 IoT はインターネットオブシングスの略で、物のインターネットと言われます。家電、車、建物など様々な物をインターネットとつなぐ技術の総称のことを言います。次の選択肢、 E、 POC はプルーフオブコンセプトの略です。概念実証と言われることもあります。サービスや製品に用いられるアイディアや技術が実現可能かを確認する一連の検証作業のことを POC と言います。 POC の結果、現実性がなければそのアイディアや技術は中止されます。現実性があると判断されれば改善などを加えて実装していきます。次の選択肢、 U、 SOE はシステムズオブエンゲージメントの略です。 SOE は先ほど説明しましたね、ユーザーや取引先との関係を構築することが目的のシステムです。例えばメール、 SNS、 チャットなどが SOE に該当します。ではもう一度問題を確認しましょう。顧客との個々のつながりを意識して情報を頻繁に更新する SNS などのシステムとは異なり、会計システムのように高い信頼性と安定稼働が要求される社内情報を扱うシステムの概念を示す用語として最も適切なものはどれか。正解は、え、 SOR、 システムズオブレコードが正解です。ここでブレイクタイムです。今回の勉強内容を少し掘り下げてみたいと思います。今回は SOR と SOE という似た言葉が出てきました。少し混乱する人もいるかもしれませんので、ここで復習しましょう。 SOR はシステムズオブレコード、業務上のデータを正確に記録することが目的のシステムです。 R はレコード、つまり記録が目的ですね。一方、 SOE はシステムズオブエンゲージメント、ユーザーや取引先との関係を構築することが目的のシステムです。 E はエンゲージメント、エンゲージメントと聞くと婚約指輪のエンゲージメントリングを思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれませんが、ビジネスにおいてエンゲージメントは企業と従業員、もしくは企業と顧客の結びつきを表す意味で使われることが多いです。よってユーザーや取引先との関係を強くするためのシステムだと覚えましょう。少し練習問題をしてみましょう。会計システムは SOR と SOE、 どちらが該当するでしょうか。会計システムは SOR ですね。会計システムは正確に記録することが求められるシステムです。では次です。次はチャットシステム。チャットシステムは SOR と SOE、 どちらでしょうか。チャットシステムは SOE ですね。
SOE の E はエンゲージメント、結びつきを意味する言葉です。チャットツールはユーザーや取引先との関係を構築することが目的のシステムといえます。では最後です。企業が持つ様々なデータを分析、見える化して企業や業務の意思決定に利用する BI、 ビジネスインテリジェンスはどちらでしょうか？大量のデータを管理しているので SOR っぽいのですが、 BI によって顧客情報から良好な関係を作ることもできるので SOE の側面もありそうですよね。実は BI ツールは SOI、 システムズオブインサイトという別のシステムに分類されます。ちょっと意地悪な問題でしたよね、すみません。なお SOI の I はインサイトの略で、インサイトとは人を動かす隠れた心理を意味します。 SOR に蓄積された業務上のデータと SOE で得られた顧客や取引先企業などのデータを分析して、その結果を業務に利用します。まとめると、正確に記録することが目的の SOR、 関係構築に利用することが目的の SOE、 SOR と SOE を連携して活用する SOI、 この3つの言葉を覚えておきましょう。それでは最後に復習です。令和3年春、問い22、業務パッケージを活用したシステム化を検討している。情報システムのライフサイクルをシステム化、計画プロセス、要件定義プロセス、開発プロセス、保守プロセスに分けたとき、システム化、計画プロセスで実施する作業として最も適切なものはどれか。正解は、あ、機能、性能、価格などの観点から業務パッケージを評価する。次の問題。令和6年春、問い31。顧客との個々のつながりを意識して情報を頻繁に更新する SNS などのシステムとは異なり、会計システムのように高い信頼性と安定稼働が要求される、社内情報を扱うシステムの概念を示す用語として最も適切なものはどれか。正解は SOR です。今回は業務パッケージと SOR をテーマに一緒に勉強しました。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋が運営するオンラインコミュニティでは、一緒に勉強する仲間を募集しています。チャンネルメンバーシップに登録すると、 Discord で行われるオンラインコミュニティに参加できるようになります。オンラインコミュニティでは勉強だけではなく、横のつながりが作れるような様々なイベントを用意して楽しく成長できる機会を提供しています。最近オンラインコミュニティでは2024年秋の情報処理技術者試験に向けての勉強イベントが多くなっています。もし受験される方がいればお気軽にご参加ください。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。